シンガーミラノのミラノ通信。皆さんこんにちは、シンガーミラノのミラノ通信です。2月5日、皆様、豆まきなさいましたか？ね、福を呼んで鬼は鬼とコロナを本当に追いやりたいですよね。もう私も願いを込めて、豆をまきました。今日はすごい初めから豪華メンバーをお迎えしております。もうね、先週もバレンタイン特集でやりましたが、バレンタインも近いので、ね、ハートフルな素敵なもう番組丸ごと生ライブみたいな感じでね、お送りしたいと思います。この、じゃあまずね、紹介させていただき、もうね、時間目いっぱい使いたいのでバンバン行きたいと思います。今日はね、素晴らしいミュージシャン、もう今日は2回目3回目の方もいらっしゃるんですが、あ、2回目ですね、3回目、はい、まずこちら、私がよくライブでお世話になっているバンマスでもあります、日本を代表するフルート奏者、フルーティストの井上晋平さんです。こんにちは。何か必要なことを言ってます。元気でいきましょう。はい、コロナに負けずに。そうですね、はい、イエイ。そしてちょっと一人置いてですね、本日2回目の、出演、山口智夫さん、ギタリスト。いや、なかなかね、味のあるギターを弾いてくれます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今日はですね、フェイスブックとかでも宣伝したんですが、美しい、麗しい、このご婦人、ご女性は、やはり日本を代表するですね、ボサノバシンガー、ジャズもポップスも歌われているんですが、ケイ石田さんお呼びいたしました。ありがとうございます。よろしくお願いします。まずケイさん、初めてですので、これね、私ラジオだと思って自分で引き受けたら、まるまるこれ、私たちみんなが映る生配信番組なんですが、この美しさを皆さんにアピールして自己紹介などよろしくお願いします。私はね、美しさはまあ別としましてもう後期高齢者ですから、コロナにかかると大変なことになります。かからないように頑張っております。ケイ石田でございます。よろしくお願いいたします。ボサノバの歌を、なんと古い、ね、昔にブラジルに行きまして、皆さん生まれてない方のが今は多くなって1968年にブラジル行きましたからね。そこで歌をバンドの中で覚えたりして、そして日本に帰ってきて、デビューしたんですけれども、その時の私の師匠は中村八大さんという大変有名な世界的な、大作曲家です。その方の先生のですね、曲で私はデビューして、花々しいデビューですね。売り出されたんですけど今日に至っておりまして、静かに売れ損なりました。いや、赤坂でしがないジャズとボサノバのお店を7年ともう32年にわたってやっております。ありがとうございます。今日ご一緒させていただいている皆様も私のお店の方に出演していただいているたびたびでございます。大変お世話になっております。こちらこそ、そんな風な中で、歌とお店の両立でもってなかなか大変な、毎日出てらっしゃいますからね、状況が始まっちゃったんだね。もうね、不安定な気持ちと、それからこの先どうしたらいいのかしらっていう、もういつも毎日ですね、お客様の人数数えるともう簡単すぎるんで困っております。そんな中、とにかく引き続き継続ですよね、力という言葉がありますように、頑張ってますね。で、毎日ですね、歌と演奏を続けているんですけれども、まあ、私も時々終わりの頃になるとお邪魔して歌っております。メインに歌ってくださいます、ゲストの方をお迎えしてますからね。もちろんミラノさんもで、ね、そしてこの井上晋平さんはですね、もう私も古くからのね、なんて言うんでしょうね、もう大先輩なんですけれども、
あの年のことでは先輩は私なんですけども、はいはい、音楽のことでは大変なこと、それでうちのお店でジャムセッションというのを月曜日やっておりまして、いろんな方たちがあの楽器持ってきたり、それから譜面持って歌を歌ったりでされる、そこのところでセッションリーダーを務めていただいて、もう一番最初にうちのお店でジャムセッションを始めた時からもう井上新平さんにお世話になってね、看板ですよね。そうそう、看板です。本当にそれであのもう有名なあのジャズ界の、ね、あの皆様方にやはり毎週月曜日、出演していただいてます。向井重春さんトロンボーン、それから谷口英二さんクラリネットの方ですね。それから、片岡雄三さん、うん、そうそうそうのトロンボーンの方とか、そして大山秀夫さんとか、入れ替えたしかいいですけども、大体今この、 あのメンバーの方々と月曜日のジャムセッションと、今度はあのぜひですね、赤坂の K というお店にあの歌を歌うとか演奏にいらしてくださいませ。そんな、ね、宣伝しちゃいました私。本当楽しい。こんな方たちの演奏で歌えるんだってみんなね、なんか喜んで帰りますよ ね、 ね、本当にあの貴重な時間ですよ ね、 ね、トッププレイヤーの人とね、一緒にできるなんて、ね、もうなかなかそんな簡単にはいかない ねところを、あの心よくこのすごい、超トップトップの、 あのプレイヤーの方がですね、あのお相手してくださるんですから、どのくらい腕があのメキメキ上がっていくかということの世界です。どうぞ本当に、ね、お越しくださいますように。それがきっかけでね、本当にあのライブハウスデビューしている人は何人もいますよね。そこで勉強して、研鑽を重ねっていう方がいっぱいいますよね。はい、ね、そういう場面がないとまたね、なんか自分で自分の家の中で一人でリサイタルやってもしょうがないですからね。それでこちらに見れあの、あの飾られている、展示されている絵本は、あのね、実はねこれユリーカって、あの詩の本なんですね。ものすごいもうあのマニアックな本なんですけども、ここにですね、私鎌倉の方の人でね、であの田村隆一さんという大詩人がいらっしゃる。あの方がご生存中に、あの私があの鎌倉に道歩いてると、その、知り合いの人がやってるお店によくお茶飲みに出してて、でそこから出会ったんですけども、であのこの方がもう大酒飲みなんですよ。でもういつもパジャマしか着てなくて、東京来るんでも下にパジャマ着てる人なんです。でいつでも酔っ払って寝られるようにね。でその方がその道端で鎌倉 の、 あの駅のそばのところでばったりお会いして、でそれ私あの、逗子マリーナでね、あのボサノバサンバ の、 その、 あの大ディナーショーしますよ、中村八大さんとそれからジョージ神さんをお呼びしてやりますから、いらっしゃいませんかとお誘いしたら、ちゃんと来てくださったわけですよ。素晴らしい。でそんなわけでそのような内容のことを書いて、そしてですねお酒をたくさん飲んでうちに帰って、であの猫がいるんですってね、その猫がそばに置きながら、あの火鉢のところにですね、まあ、あの昔の人ってほら火鉢に寒いと火鉢のところ足こうね乗っかってね、こうしゃがむようにしていたんだと思うんですよ。でそれがもうお酒飲んでるからそこでもってうとっとしながらドーンと落ちちゃったっていう、そういう内容の美しき断崖っていうタイトルのね、あの詩の中に啓示だという私の名前が出てくる。これはなかなかもうね、ちょっとそっとじゃないぐらいの価値あるんだ、だから持ってきちゃいました今日。それからこちらの本はあのボサノバの真実というね本で、今私がもうすでにお話ししましたように、その昔一番最初にブラジルでボサノバを歌って、で日本にその歌をあのまだあまり知られてないような頃に歌ってたという、で最初に歌い始めた人だけれどっていうことが、ここに本の中に私の名前が出ておりますから、これを機会にと思いまして持ってまいりました。自画自賛。まあそれね、あのそんな慶石田さんですので、まあぜひあの言葉だけではなく歌でね、あの今日はね慶石田さんたる人物をシンガーへの歌をね聞いていただきたいと思いますが、あのまずこのお二人ね、あの大好きなね、本当尊敬するあのミュージシャンなんですが、このお二人にまずオープニングでご機嫌な音楽を
了解です。お願いできますでしょうか。はい、よろしくお願いします。ワン、ツー、ワン、ツー、スー、フォー。Thank you.
ですね。すごいイパネマの娘、イパネマがニューヨークに行っちゃった。超近いところですか。はいはいはい、はい、イパネマの娘をお聞きいただきました。では私からちょっぴりあのバレンタイン特集ね、あの組んでおりますので、まんまですがマイファニーバレンタインをお送りしたいと思います。
ありがとうございました。マイファニーバレンタインお送りいたしました。では続けてはですね、あの別れた彼氏、ね、になんか寂しそうに悲しんでていい君ねっていうちょっとね皮肉を込めた意地悪ソングです。よく言われたことあります。何ですか。ともくは大屋さんですよね。失礼しました。よく思われてるでしょ。あら本音をね言ってしまいましたね。ほほほ。では Who's sorry now? One, two, three, one. Who's sorry now? Who's sorry now? Who's hiding, breaking and breaking each bow? Who's crying true?Like a brood over you, lie to the end, just like a flame. I mean, you knew somehow. You hide away. Now you must pay.Glad that you're sorry now. Who's sorry now? Who's sorry now? Who's hiding, breaking and breaking each vow? Who's crying true?Sudden true, just like a bird over you. Light to the end, just like a flame. I'm in and anew somehow. You hide away.私も外さないとですね。外さないと。では、はい、外していただき、ケイシダさんの、世界を堪能くださいませ。あ悪夢だったりする。で、はい、じゃあ、
プラマシカルメコラソンっていうボサノバの曲からまず歌いますね。傷ついた心、人生何度もね、いろんなことがあってもう学んだはずなんだけどやっぱりまた繰り返しちゃうのよねみたいなね、アリベローゾという人が作った。これはアリベローゾっていうのはね、だん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 ブラジルのもう超有名なあれを作った人です。はい、ではそれでお送りいたします。ちょっと待って、はい。
surfing for you, Emilio Racine. Melhor pra você e melhor pra mim. A vida é uma escola onde a gente precisa aprender a gente viver pra não sofrer. Isso tá fazendo lá, meu amor, que o nosso orar desmorona. Meu sabiá, meu violão, é uma cruel desilusão. Foi tudo que ficou.次はあの、はい、それはもう映画で有名なもうね、黒いオルフェ、あの映画の中の、もう大ヒット中のね、カーニバルの朝、マニアンジカーナバルの歌からお送りいたしますね。では山口さん、イントロをお願いいたします。
体ほらバッとこう全体出てるのが結構その絵面が面白いと言われておりました。揺らぎがいいですね。揺らぎはね。なかなかね、そうなんです。もうミラルさんは慣れてらっしゃるから。っていうかね、あの先週あの矢吹くんあの DJ の同級生がここで DJ 音楽流して一人で私が揺れてる姿がやっぱり面白かったと。確かに自分、うん、でも本当に乗ってるんですけど、ね、座ってるって不思議ですね。そうね。ね、ギタリストは座る方は ね、あの慣れていらっしゃいますが。そうね。歌の人はだいたい立ち歌って言われるぐらいね。カラオケボックスはね座ってますけどね。ね。ということで、あの今の日本の手話ケイさんがお作りになられたんですか。ね、私が作っちゃいましたね。ロマンチックですね。元を元にしながら、ちょっと私の感情を込めながら作りました。思ってましたね。そんなわけでした。じゃあ、もう一曲いいんですか、はい、お願いいたします。今度ちょっとにぎやかなね、はい、あの情熱的な伊沢浦ちゃんがですね、あの、二人でとても温かいというか情熱のベッドインしててですね、その彼がお仕事で出ていかなきゃいけないんだけども、伊沢浦がなかなか話してくれないんだ、僕をその手から離しておくれよ、仕事に行かないともう間に合わなくなるからごめんね伊沢浦という、そんな歌なんですね。楽しい歌ですよね。じゃあ伊沢浦という曲からお願いいたします。あいやいやい伊沢浦、Carinho, seus braços não é despertador que me faz acordar. Ai, 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 Isaura, hoje não posso ficar. Se é carinho, seus braços não é despertador que me faz acordar.Trabalho o dever, todos tiver respeitar. Oi, Zé, me desculpe, no domingo eu vou voltar. Sem carinho muito bom, ninguém pode contestar. Se você quiser.
セレピキマスマミポジュジカエボトラバリアアイアイアイイザウラジロポソフィカシエカリノセブラソスノアディスペルタトロケミファセコダエディスクペルマモラエでした。天使さんありがとうございました。また遊びにいらしていただけますでしょうか。ありがとうございました。まあ、ぐらいすごい緊張しちゃいました。この今日のあの4人はですね、今週の土曜日、六本木のキーストンクラブというところで、私の今週の土曜日じゃないでしょ、13日でしょ。あ、来週でした。うん、来週。危ない危ない、うん、まだまだ準備が、うん、来週の13日ですね、このメンバーで、お送りいたします。キーストンクラブ、そう、キーストンクラブよ、はい、東京ですね。時短のためオープンが、5時になっておりまして、スタートが、6時から、2セットあります。まだお席に余裕がございますので、ご興味がございましたら番組または私のホームページ、Facebook などにご連絡ください。私もいい、はいはいはい、ちょうど7日の日の、はい、7日の日ですね、はいはい、日曜日の午後の3時に YouTube で、はい、私の映像配信いたします。この山口智夫さんにご一緒していただいて楽しみですね。な、3時からで、繰り返し見られるんですか。アーカイブもあります。河村健ちゃんのピアノと、それからピアノとアコーディオンね。アコーディオン、そうですね、はい、でベースいったっけ。ベース田中陽平君のね、うん、そんなわけで楽しみです。で、なのがですね、軒並みでございますが、ぜひお時間ありましたお楽しみください。ぜひキストンコーナー、あ、コーナーじゃなくてキストンクラブね、六本木のね、リアルバスでございますので、並びに赤坂の系もよろしくお願いします。ぜひぜひ。私は、赤坂系は今月は28日に出演させていただきます。あ、よろしくお願いします。あ、すごい、いろいろということで、ありがとうございました。本日のミニライブ、ミニライブというかね、生、バレンタインにちなんで、ホットな愛を届ける、生ライブは、これにて終了でございます。ありがとうございました。また皆様よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。お呼びいただいて嬉しいです。またお呼びいたしますので、いらしてください。ありがとうございます。井上新平さんフルート、山口智夫さんギター、そしてスペシャルゲスト、ボーカル、ケイ石田さんでした。ミラノさんでした。そしてちょっと恒例のですね、ミラノ通信からミラノ食堂はですね、ちょっとお送りしたいと思います。このままよろしいですか。ちょっとなんですが、今週はせっかく
2月の2日が何十年ぶりかに2月の2日が節分になったということ140年ぶりですね。ね、なのでまあ本当に悪いことが退散するんですよね。そう言ってましたね。ということで私も気合を込めて恵方巻きを作りました。そう、いただきました。はい、酢飯を炊きまして新鮮な食材を買ってきまして、わさびも高いけど生わさびをおろすと美味しいのでやりまして、具材をどんどん乗せていきました。もう海鮮巻きなんかもうアボカドから何から全部乗せて巻いてこのようにできまして、赤坂の県にも2本ほど少ないですけど太めのを2本ほど持参してまいりました。で家ではね、うちの可愛い超可愛い価値のある唯一価値のある犬が2匹いますんでね、抱きながらお庭やっちゃったって急に、ね、人格変わっちゃうんですよ。犬抱くとお庭やっちゃったふくわきって、で願いを込めて豆をまいて、南南東を見て1本完食いたしました。次の日、1.5 キロ増えてましたねということでミラノ食堂でした。まあそんな感じで、皆様まだちょっとだけありますので、なんか告知とか1分30秒ずつどうぞ、はい、僕は昔のスケッチバンドリーユニオンでですね、はい、23日の昼間にキーストンで、はい、配信およびスペシャルランチのライブを行います。12時オープンで4時までです。ぜひいらしてください。昼間なんですね。23日です。何曜日ですか？祭日です。あ、じゃあよかった、はい、行かれますね。キーストンクラブですね、23日、はい、トモさんは、ちょっと記憶が記憶が何日とかってことは活動しすぎて目を見ないと言えないんですね。すいませんじゃあホームページで山口トモで検索してください。いろいろ出てきますので大変活躍してますもんね。はい、じゃあ2月は、はい、マイク・マキさん第4週目の土曜日の日出演、はい、でその後のところでもうレジェンドのですね、ヘンリー・ミラーさんと結婚したことのある素晴らしいもうピアノの巨匠です保木徳田さんが出演いたします。楽しいステージですね。お楽しみくださいませ。お楽しみください。まあ、そんな感じで、まあもうね、こういうコロナで大変な時期です。みんなミュージシャンは心を一つに本当に希望を捨てずに頑張っておりますので、どうぞ皆様応援してください。それで皆様と一緒にね乗り越えていきたいと思いますので、ミラノ通信で喜びを、痛みと喜びを分かち合い、いろいろ発信していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。本当今日もありがとうございました。皆様本当にありがとうございましたね。頑張ろう、この ね、 頑張ろう、イエーイ本当ありがとうございました。また来週。ホームページ出してくれたあーすごい優しいんです